1983年の東京モーターショーにトヨタはミッドシップレイアウトのコンセプトカーを出品した。この車は来場者の熱い支持を集め、翌84年に市販モデルがデビューする。この車こそ日本初の量産ミッドシップスポーツ MR2 だ。 MR2 とは2人のためのミッドシップランナバウトという意味だが、マニアには AW11 という型式名が一般化した。トヨタはこの MR2 をスペシャルティーカーとアピールしたかったようだが、ミッドシップレイアウトのインパクトは絶大で、結局は多くのスポーツカー好きの心を捉えてしまうことになる。そのスタイルはまさにミッドシップ前としたもので、低く短いノーズを持ったウェッジシェイプ、インテリアも高いセンタートンネルを備え、タイトなスポーツカー感覚にあふれていた。搭載エンジンは2つ、 AE86 と同じ130馬力の 1.6 リットル 4AGELU 型と83馬力の 1.5 リットル 3ALU 型である。エンジンはフロントシートの背後に横置き搭載され、 FF 系のトランスミッションが組み合わされた。 MR2 はミッドシップ独特のハンドリングが話題を集めた。ノーズが軽かったため、基本的にアンダーステアはわずかだったが、前荷重が足らないと途端に曲がらない性格が顔を出した。リアのコントロールもシビアで、不用意にアクセルを開けると簡単にリアがブレークしたが、これをねじ伏せて走ることがオーナーの最大の喜びでもあった。1986年には最高出力145馬力、最大トルク19キロのスーパーチャージャーモデルも登場。同時にティーバールーフも導入され、 MR2 はオープンエアという新しい魅力も備えた。ミッドシップという特殊なレイアウトを広く知らしめた貴重な一台である。